皆様どうもこんばんは、桜井ののかです。本日は急遽ね、マネージャーがいない私なので、本日 R の従業員さんに急遽カメラだけ回していただいてるんですけれども、初めて持つカメラどんな感じですか？全然慣れないです。慣れない。そんなに喋りがね立つ子ではないので、自分で言っちゃったらすいません。でも1個だけはしてもらっていいですか？いい、はい。可愛く映ってる。ちょ見せて見せて、ちょ画面角度があるから、この距離感がいいかもしれない。このままストップで、じゃあこのままでいこう。本日なんで急遽ねマネージャーがいない中、それでも YouTube 回したいんだよねって、夜部門の従業員を召喚してまでカメラを回してるかというと、本日整形なんですよ。桜井ののかといえば、まあ、整形ですよ、ね、のイメージ結構強いよね。強いです。これはどうしても撮りたいと、ただね過去2回、整形したのを YouTube 上げてないんですよ。それなぜかというと、ちょっとマネージャーとは不仲だったというか、退社するしないの話をしてて、私の方も、会うのもなみたいな感じで嫌になって、まあ、もう撮んなくていいかなみたいな感じだったんですね。でのまあ諸事情はさておき、今回ね私が唯一まだ手をつけてなかった部位をねやるんですけれども、どこだか分かりますか？むしろやってないところあったんですかって感じなんですけど。君うちの店入ってくるとき桜井ののかファンって1年半前言うてたやん。そうでしたっけ？ファンだから入ってきたんだなって思ってんだけど、意外となんか媒体見て時給良かったんですけどってって感じでね、他の店よりちょこっとやっぱ給料打つっていうのがうちの店のいいとこなので、はい。ということで、うちまで緊張しちゃって今日は、はい。童貞と処女みたいになってますけど、プチ整形したことあるんですけど、唇ね、唇だけがちょっと唯一顔の部分でメスを入れてない箇所なのかなと。この手術をするにあたって2ヶ月前に唇のヒアルロン酸を溶かしてるんですよ私。まあ5年前打って、でそっからは放置してたんですけど、もう5年間ヒアルロン酸残んねえだろって思って病院行ったら、ちょっとこう触った感じちょっと残ってる感じありますねって言って、マジって言って、まあ動画を目指してまして私で、動画になるためには唇は薄い方がいいと、唇を薄くしたいんですって話して、あこれもしかしたらでもヒアルロン酸だけでぶっとくなってる可能性大いに、まあ私の場合、まあ、桜井さんの場合だとあるので、ちょっと一回溶かしてくれませんか、5年前ですよみたいな。ヒアルロン酸はなんかこうほじっくり出すのが無理みたいな、溶かさないと無理らしくて、でまあ溶かしてから1週間後に、まあ、カウンセリングに行った結果、まあ、適応ですねっていうことは、まあ一人唇が腫れぼったいってことよ。唇って暑いとさ、ちょっとこう大人っぽく見えるというか、こうセクシーに見えるというか、色気があるというか、下品とかやばい。正直5年前は受けた。やっぱり私もいろいろあったんで、そのことばっか考えてたから、いろいろこう爪甘くなったんじゃないのみたいな。だからそれ言われるのも尺だなと。でネットで調べた結果、まあ動画になれるということと、まあそういう自分から卒業したいという意味を込めまして、今回私唇の整形をしてまいります。私病院に向かってる道中なんですけれども、ちょっと久々ちょっと緊張してるかな。なんでだと思う？メス入れたことないとこだからよ。あなるほど、初めてのところだからってことですね。ちょっとドキドキしちゃってますね。ののかさん緊張することとかあるんですか？なんか久々だね。あんまりないんですけど、まあ、整形はもう10年以上、整形歴で言うとやっぱ10年以上あるんですけど、その10年以上の中で唇をいじろうと思わなかった、この私が初めて唇をいじる。だって今まで気に入ってたはずのところ、長く付き合ってた彼氏となんとなく関係が曖昧になったというか、こう慣れ合いすぎてしまって別れを決意する時って感じかな。もう恋愛感情はないんだけど、一緒にいてもこの先私たちに未来はあるのかみたいな、そういう感情に近いのかなっていうところはありますね。うちのこと今キモいって思った。なんか話、何の話だろう。こういういい例え話たくさんしてるんですけどね、まあ、編集マンさんこれつまんねえなと思って、多分バツバツカッツカッツ今回は採用していただけることを願っております。では行っていきたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様でした。いかがでしたか？口が痛くてあんま喋れてないんですけど、喋れてます？手術中は麻酔効いてるんで特に、ね、痛いとかないんですけど、起きたら地獄でしたね。いやいや、痛みどんよ。何をして
リカバリールームっていうのに手術あったのに行くんですけど、そこ行く時はこう口をねこう開けながらこうよだれ出てくるわけですよ。なんて普段のそのダウンタイムと違って口なんて初めてやってるんで、こうねこうよだれ垂らしながらこう病院で寝るってこともなかったので、ちょっとそこ恥ずかしいなと思いつつ、痛み止め飲んだの5分ぐらい前なんで、ちょっと痛いんですねよね。あとでちょっと感想は後ほどということで、もうちょっと元気になってからね。あ、なるほど。結構これ手術直後こんな感じね。どうなんだろう。まあちょっとこんな感じで、一応唇NG リーフ、はい、NG リーフっていうやつ、上ね、上唇で、下の唇は薄くしました。で、薄くしただけ、なんか形特に何もないです。で、ここ、わかります？傷跡ですね。アイス切開のちょっと傷跡で、傷跡修正したんですけど、残ってるとこあったので、ちょっと残ってるとか、怒ってる人よかったんで、あそこ先生がちょっとこちょこってやってくれた感じですね。すごく ご丁寧な先生で、若手のホームと言われてる美容業界のすごい先生がいらっしゃいまして、今回その方にやっていただいたんですけど、こういうのは傷跡修正すごい上手で、その先生がやって、ずっと汚いままだったんですけど、その傷跡修正の上位だって言われてる先生にやっていただいて、ちょっと残ってるから本人気になって、これもうちょっと綺麗にできるんでちょっとやりましょうかみたいな感じで、無料でアフターケアという形でやっていただいて、どこの業界にも本当の実力者っていうのは心の余裕が違いますね。そういうの金取ったりするから、普通。とりあえずちょっと口痛いんで一旦お疲れ様ということで、ちょっと後でね、はい、後ほど、はい、後ほど、ちょっと先生のこと褒めたくてちょっと喋っちゃいました。わかりました。では後ほどです。おはようございます。おはようございます。ただいまの時刻、なんと夜中の2時なんですけれども、手術あったら何時だっけ、迎え来たの。6時。6時、はい。で、6時で終わってで、送り届けてもらって動画締めましょうかって言って言われて、痛かったなっていうのを覚えて、痛くてちょっと寒かったから10分待ってって言って、自分自身で布団をかけたのまで覚えてるんだよね。そしたら何時間？8時間です。8時間、10分と言って8時間を待たせるという。だいぶお疲れだったようで。痛み止めも、一回効いて、はい、で、それは寝ることができて、で、今痛み止めがなくて、もうちょっと痛くないとは言えないですけど、フィリフィリするぐらいで、あとは究極すごい喋りづらいっていうのがあるんですけど、もう今日無事、M 字リップと、下唇縮小術、そして傷跡修正、そしてここね、唾液性ボトックス、この4つ、受けてきました。私今整形外科2個に絞ってるんですけど、過去に何個もはしごをしたりとか整形歴がある中で選んだ2つの病院のうちの1つ行ってきたので、正直結構なんか自分の中ではダウンタイム、今の状態でかなりいい感じだなって思ってるので、ワクワクしてます。唇なので、喋ったりとか食べたりとか、あとはキイちゃんとペロペロ、顔ペロペロし合えないのはちょっと寂しいんですけど、しばらくすごくね、今ダウンタイムこう頑張ってね開けて、こうどうなってるのか、すごくワクワクしてる状態でございます。また可愛くなった私を皆さんにお披露目できる日が近々来るよう、ダウンタイムね早く終わるようにしっかり生活を心がけて、ダウンタイムも考慮し生活していきたいと思います。はい、日本語編です。ちうちロキソニンにやられてるのかな。やられてるかもしれないですね。ちなみにいつもののかさんがストーリーとかで上げてるような、ダウンタイムの経過とかっていうのは、インスタグラムとかスレッズの方で見れるんですか、ツイッターですか。基本はインスタのストーリーズでもうリアルタイムに上げてるので、今現段階も上げてる状態なんですけど、YouTube で、はい、1日目です、2日目ですっていうのはちょっと特にないです。1日目、2日目、3日目とかちょっと長いかなっていうイメージが。気になるのであれば、そうですね、はい、インスタのストーリーズを見ていただければいいのかなって思うんですけど、ただこの動画が上がる頃にはそれ終わっちゃってるんで。あ、確かに確かに。いろいろ質問がある中でね、こんな感じだったよっていうお話だったりとか、
M 字リップってしてる方ってどうなんだろう、多いのかな、私少ないイメージなんですけど、要望があったりとか多かったりすると、その私って毎日ダウンタイムの写真だけ撮ってるんですよ。で1日目こんな感じでした、2日目こんな感じでしたって言って、まあどっかで、まあ、こんな感じで話したりとかすることあるんで、まあ、ご希望あればやってほしいって方はぜひコメント欄の方にコメントください。ダウンタイム、ちょっと待って、キーちゃん早い、キーちゃん、キーちゃん、はいね、はいはい、ダウンタイム頑張るぞ、おう、ということで、皆さん今回の桜井ののか TV いかがだったでしょうか。この動画がいいなって思った方、ぜひともチャンネル登録、よだれ出るね、はい、そして高評価コメントの方よろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッター、TikTok の方もやっておりますので、そちらの方にもぜひ遊びに来てください。桜井ののかでした。じゃあねー。